ジラセリーグアワード年間大賞候補発表。こちらすでに貼られた画像、果たして誰が選ばれるのでしょうか。月間 MVP でええやん、なんで村人が候補に。いいなんやこの候補は敵外しまくりやんけ。やっとセリーグもリーグ独自で盛り上げようと思い始めたのか。阪神の村上じゃないのか。16勝3敗の東がいるからあえて10勝6敗の村上は外したんだろう。佐々木をデーヌへと書くのに東横青かしい東横と読ませたかっただけだろう。まずは各球団1人ずつ選んだだけやろう。テルの貢献度そんな高いか。確かに東は活躍したが、いわゆる背の年間 MVP に相当する賞だとすれば、阪神の村上はあっても東はないと思うが、月間も取ってない選手が年間取るのおかしくね。あまり活躍してない選手から選ばないとダメなの。サトテル阪神なら村上だろ。まだ近本中野の方が理解できるわ。サトテルは6番バッターくらいがちょうどいいよ。チームにおける勝利の割合だったら細川でもおかしくなくね。ご視聴ありがとうございました。